岐阜地区は妄想地区の突然変異で、缶の枝下部分の石管が交互に膨れており、節が斜めとなった竹である。節が岐阜状に管が連鎖した得意な形状を持ち、干渉用に植えられる。開花は希少であり、日本国内では2017年時点で、1966年の京都市下京区の例と、 2017年9月の伊藤市の2例しか記録されていない。校舎の例は、伊豆シャボ天動物公園が1959年の開園に合わせて一株を植えたものであった。吉光地区の別名に仏面地区があるが、これを隆起が大きい別品種として区別する場合がある。また似た特徴を持つ種として、補定地区があるが、 これは、大型の妄想地区の変種である喫光地区に比べると、かなり細く、直径3から4センチメートル、缶の高さは3から5メートル程度である。喫光地区は、宮崎や京都に多く、京都では、火で炙り磨き上げた製品を計名だけと称し、京都府伝統工芸品の一つに指定されている。喫光地区の加工品は主に床柱、柿結界などである。 ちなみにテレビドラマの水戸黄門に登場する水戸ミツの杖はキッコー畜生である。ありがとうございます。